断罪のと増えた。バカ主。スライムに転生したのに、ここまでか。短い人生、いや、スライム生誕っていうか、あれ、熱くも苦しくもないな。カイ、熱変動耐性の効果により、炎攻撃は自動的に無効化に成功しています。あ、恥ずかしい。なんか呆れてない。まあいい。それじゃあ反撃だ。悪いなイフリート、俺に炎は効かないんだ。うん、効いてないよな。ユニークスキル捕食者を使用しますか。イエス。捕食対象が出現しました。はい。後で直してやる。成敗してきますね。終わりにしましょう。成功確率 100% 以上。成敗してきますね。そこ終わりにしましょう。捕食成功確率。捕食の解析結果です。身体強化を獲得しました。身体強化を獲得しました。身体強化を獲得しました。森の平和が守られました。シズさん、観念せよイフリート。リムルは我の盟友ぞ。貴様の叶う相手ではないわ。暴風リア、そんなに暴れたくば我が心ゆくまで相手をしてやろう。もう一週間だ。イフリートは食ったのに、なんで目を覚まさないんだ、シズさん。コク、イフリートとの同化が彼女を延命させていたようです。な、あ、じゃあ、俺のやったことは。彼女の気力は激しく消耗していました。イフリートを浄化しなければ、やがては自我を失っていたでしょう。そしてそれは、静江伊沢の望みではないと思われます。
しずさ、気がついたのか。ずっとそばにいてくれたの。ああ、よかった。もう目を覚まさないんじゃないかと思った。待ってろ、今水を。いいよ、必要ないから。え、もう何十年も前にこっちに来て辛いこともたくさんあったけど、いい人たちともたくさん出会えて、最後はこんな奇跡みたいな出会いがあった。心残りがないわけじゃないけど、私はもう十分生きたから。しずさん、俺に何かできることはないか。心残りがあるなら言ってくれ。頼めないよ。君の人生の重荷になってしまうもの、俺が背負いたいんだ。言ってくれ。しずさん、大丈夫かな。心配いらねえって、リムルの旦那がついてるんだからよ。そうだやすよ、旦那がくれた回復薬すげえ効き目だったじゃないですか。おや、お三方。あ、リグルドさんもお見舞いっすか。はい、シズ殿の着替えをお持ちしたところです。リムル様、シズ殿、失礼します。は、裸？え、誰？リムル様、そのお姿は。この子がリムルの旦那？そうか、シズさん行っちまったのか。本当にリムルの旦那なんでやんすか。どうにもそのちっこいシズさんっぽいっつうか。本当だよ、ほれ。見事なもんでやんすね。シズさんを食べたの？イフリートを食べたみたいに。それが俺にできる唯一の早々だったからね。仲間のお前たちに相談もなく悪かったな。いや、それがシズさんの望みだったのなら仕方ないさ。すまんな、エレン。割り切れないかもしれないけど。ただ最後にお別れの挨拶くらい言いたかったな。シズさんはお前たちと旅ができて楽しかったって言ってたよ。ちょっと危なっかしいとも言ってたけどな。あ、おい、こら、なんだ。だってね、お前らだってこの前落とし穴にはまってたじゃねえか。シーフのくせにシズさん呆れてたぞ。あれはあれさんが急に押すからだやす。ちょっと私のせいにしないでよ。あの時は突然雲が落ちてきて。しんみりするよりこういう方がこいつららしくていいよな。国に帰るのか？ああ、ギルドマスターに調査結果とシズさんのことも報告しなきゃならんからな。もちろんここのことは悪いようには報告しないぜ。リムルさんのことも伝えとくね。何か困ったことがあれば頼るといいですよ。おう、そうさせてもらうよ。シズさんの心残り、それはいつか占いで見た子供たち、教え子たちのことだった。しかしこの子らがどこにいるかもわからん。それこそギルドに頼ってみるのもありだろうな。旦那、最後に一つだけお願いがあるんだけど。なんだ？もう一度人の姿になってもらえねえかな。別にいいけど。一体なんだって。シズさん、ありがとうございました。俺、あなたに心配されないようなリーダーになります。あなたと冒険できたこと、
生涯の宝にしやす。ありがとう。お姉ちゃんみたいって思ってました。本当にしずさんの最後の旅の仲間がこいつらでよかった。ところでお前らの装備ボロボロだな。ひどっ。感情っていうかめっちゃ綺麗。うおー、憧れのスケールメール。いいんですかい。足にはもったいないような作品。画廊の毛皮まで使用されてやす。選別だよ。うちの職人の力作だ。職人？力作つってもまだ試作品だけどな。紹介しよう。カイジンにガルム、ミルドにドルドだ。カイジン？マジで？ドワルゴンの？ガルム、ミルド、ドルドってあのドワーフ三兄弟？家宝にします。悲しみを吹き飛ばすように大はしゃぎした後、彼らは去っていった。そのたくましさだけは見習わないとな。魔王レオン・クロムウェル、シズさんを召喚したという男、シズさんに辛い思いをさせた魔王、覚悟しろよ。必ず見つけてその面ぶん殴ってやるからな。お前に食事と名をやろう。あなたはゲルミュット。俺のことは父と思うがいい。お前の名はゲルド。やがてジュラの大森林を手中に収め、オークディザスターとなるもの。おいおい、これって…これって。